明石家さんまが11日、踊る、さんま御殿に出演。毛染めは自宅で自分でやっていることを明かした。この日はタイパ命のせっかち芸能人特集。女優黒谷友香が美容院でのヘアカラーなどの際も少々お待ちくださいと言われると。少々、ってどれぐらい、と無駄な時間を作りたくなくて気になってしょうがないというトークを披露。すると、さんまは毛染めなんか2時間かかる、自分でやったらええやんか。俺も邪魔くさいから自分でやってんねんけどと明かした。すると、藤本美貴が私も家で染めてますと告白。スタジオはえ、と驚きの声が上がった。セルフ毛染めとは思えない綺麗な明るいブラウンの髪色の藤本は待ってられないから、夜な夜な。美容院に行って、帰ってきての時間もありますしとタイムパフォーマンス重視の生活を説明。さんまも俺もそうや、待ってられないと続けると。今度は坂上忍が僕も美容院の時間がもったいないから、髪も、家とか楽屋とかで切ってもらって、染めるのも自分ですと告白。セルフ毛染めの芸能人の多さに、スタジオがざわついていた。